ホレイ・シネルソン・ジャクソン。ホレイ・シネルソン・ジャクソンは、アメリカ合衆国を自動車で横断した最初の人物。マッドドクターとも呼ばれた。100年前、アメリカには舗装された道路はほとんどなく、自動車は一般大衆にはまだ認識もされていない。わずかに知る人でさえ馬のいらない車は、新しいが奇妙な乗り物であり実用には使えな、単なるおもちゃと思っていた。そういう時代の話である。1903年の春、サンフランシスコのある大学のクラブに集っていた男たちは、ホレイ・シネルソン・ジャクソンが自動車で大陸横断ができる方に$50をかけるというのを聞いた。ジャクソンは宣言した。自分で運転をする。サンフランシスコから合衆国を横断し、ニューヨークに行く。3ヶ月以内だ。ジャクソンの側についた者も何人かおり、その後たった4日で、自動車の調達から何からの旅の支度を済ませたのだった。牧師の子として1872年に生まれる。1893年、バーモント大学医学部を卒業後、バーモント州のブラトルボロで開業、その後バーリントンに移る。1899年に、バーサ・リチャードソン・ウェルスと結婚。バーサの父は 20% グレインアルコールの特効薬、ペーンズセレリーコンパウンドの創業者であり、バーモントでも指折りの富豪だった。ジャクソンは、軽度の結核にかかり1900年には医業を中断していたが、ヨーロッパに新婚旅行に行き、チャンプレーン湖畔のプロビデンス島の別荘を購入し、炭鉱に投資し、競走馬まで購入していた。それもこれも、すべて妻バーサの資金のおかげだった。そして、自動車で国を横断するという当時はありえない旅に、資金を出したのも、バーサだったのであった。ジャクソンは31歳。自動車に、心奪われていた。当時一般には、まだ、単なる流行で金持ちの道楽と思われていた、自動車だったが、ジャクソンはそうは思っていなかった。1903年5月18日、ジャクソンは、サンフランシスコ大学のクラブにゲストとして招かれていた。そこで彼は自動車が国を横断できるかどうか$50で賭けをする。ジャクソンはバーサと滞在中に運転の教習を受けていたところだった。彼には十分な自動車の運転の経験はなかった。辿るべき地図などもちろんなかった。バーリントンの家へは数日後に帰る予定だったのだが、ジャクソンはその賭けに乗った。ジャクソンは同行のメカニック兼ドライバーを探した。まだ若い22歳のセワール・クロッカーを説得した美の友とする。クロッカーはワシントン州タコマの生まれで、競輪選手としてお金を得ていたが、カリフォルニア州に移り、ジャクソンと出会った時はガソリンエンジン工場で技術者として働いていた。クロッカーはウィントン・モーター・キャリッジ・カンパニーの車を使うことを提案。ジャクソンはかなり使い込まれたウィントンの中古を購入し、ホームタウンの名、バーモントと名付ける。バーモントは20馬力2気筒エンジンを乗せた2人乗りツーリングカーだった。最高時速30マイル。そしてオープンカーである。屋根はない。風貌もない。もちろんサイドウィンドウも。妻に別れを告げ、サンフランシスコのパレスホテルを立ったのが5月23日。コート、アテネので補強した、服一式、寝袋、毛布、炊事道具、水袋、斧、シャベル、望遠鏡、工具類、スペアパーツ、予備のガソリン缶、オイル缶、カメラ、ライフル銃、ショットガン、ピストル、そして150フィートの麻縄がついた、滑車装置を携帯した。この滑車装置は、溝にはまった時、車を引っ張り出すのに、かなり頻繁に使ったという。ジャクソンは、ウィントン社の創業者、アレグザンダー・ウィントンが、サウスウェスタン砂漠を横切るのに失敗した話を知り、もっと北側のルートを取るようにした。それは、サクラメントバレーからオレゴントレイルへ抜けるルートで、これなら、ロッキー山脈の高所も通らなくて済む。車はまずサンフランシスコからオークランドまでフェリーで運び、そこから東に向かった。ところが15マイル走ったところでタイヤがパンクしてしまった。ジャクソンとクロッカーは所持しているたった一つのスペアタイヤを初日に使う羽目になった。サンフランシスコで探しに探して、やっと見つけた、唯一この車に合うサイズのスペアだったのに出る。旅の2日目の夜、再度のランタンを交換する。最初の夜の走行で暗すぎることが分かったからだ。二人は次の到着地サクラメントでは自転車に乗っていたサイクリストたちに出会いサクラメント案内をしてもらう。しかも彼らはロードマップをくれた。新しいタイヤは手に入らなかったが、インナーチューブを何本か買うことができた。サクラメントを出て北に向かったが、車がうるさく、炊事用具が落ちたのに気がつかなかった。しかも、道を聞いた女に違う道を108マイル走らされてしまう。家族に自動車を見せたかったからだという。ジャクソンは1日の走行距離をおよそ200マイルと踏んでいた。しかし結局それができたのは数回のみで、しかも夜中も運転してのことだったのである。それを毎日はとても無理だった。オレゴンにつながる荒れた道では、深い川を滑車装置で引っ張りながら渡った。このルートの途中でメガネも紛失してしまった。土地を通らせてもらうために$4を払わされたりもした。タイヤがパンクした時にはホイールをロープでぐるぐる巻きにして走った。交換用タイヤをサンフランシスコから立ち寄り地点まで送ってくれるよう電信すことがやっとできた。カリフォルニア州アルチューラスにたどり着き、タイヤを待つ。ワイルドウエストショーを見るのと引き換えに、そこの住民を車に乗せてやった。3日間待ったが、結局タイヤは届かず、旅を続けることにした。6月6日、車が故障し、近くの牧場までカウボーイに引っ張ってもらった。クロッカーが修理をしたが、燃料漏れのためガソリンをすべて失ってしまっていた。ジャクソンは自転車を借り、25マイル先のオレゴン州、バーンズまで調達に行った。燃料を携えて戻ってくると、今度は満タンにするためバーンズに向かった。6月9日、オレゴン州バーレの近くでオイルが切れた。ジャクソンは歩いて、今通ってきた一番近くの町へ戻ったが、バーレの方がすぐ近くにあったことを知るのはその町に戻った時だった。翌日、オレゴン州オンタリオに到着。タイヤが待っていた。アイダホ州カルドウェル近くで、ジャクソンとクーロッカーはアメリカンブルドッグを手に入れ、バドと名付ける。当時の新聞はジャクソンがどうやってバドを入手したのかについて様々に言っているが、盗んだというものまであった。妻の手紙によれば、ある男が$15で売ると言ったという。埃っぽいアルカリ性の道なので、バドの目がやられた。ジャクソンはバドにゴーグルをかけてやることにした。この時、バドは悪い水を飲み病気になったが、元気を取り戻した。この時点で、2人と1匹は有名人になっていた。新聞は彼らの着くところ至るところで写真を撮り、インタビューを行った。アイダホ、マウンテンホームでは、オレゴントレイルの東側は良くないと住民が教えてくれたので、ジャクソンとクーロッカーは、当初のコースを、ソートゥースマウンテンの南麓沿いに変更。クロッカーは、ウィントン社にエアインテークパーツを送ってほしいと直接、電信を打つ。ウィントンモーターキャリッジカンパニーが、自社の車がアメリカ横断に使われていると知ったのはあの時だった。以降は、ウィントン社も協力し、最終ゴールである、ニューヨーク市のホテルまでのウイニングランにも参加している。6月16日、アイダホのどこかで、旅の資金をしまい込んでいた。ジャクソンのコートが落ちてしまい探したが見つからなかった。次の停車地点でジャクソンは妻に電信でワイオミング州シャイアンマカネを送るように伝えた。しかし車のホイールベアリングがやられてしまい、クロッカーは農家に頼み込んで芝刈り機からホイールベアリングをもらいなんとか間に合わせた。ジャクソンの旅は途中からアメリカ史上初のクロスカントリーレースの様相を呈してきた。6月20日、ジャクソンがサンフランシスコを立ってから約1ヶ月後、パッカード社が新型12馬力ツーリングカーの宣伝のため、ジャクソンよりも先に大陸横断することを企む。用意したドライバーは、パッカードのテストドライバー、もう一人はオートモビルマガジン社のレポーター。任務は定期的にレポートを送り一般大衆に宣伝しながら、先にニューヨーク市にたどり着き、車の耐久性を立証することだった。用意した車は、ジャクソンのものよりガソリンタンクの容量も大きく、登坂能力も上だった。その上、大陸横断鉄道の駅が、道中の主要立ち寄り地点に設定され、クルーが先回りして必要品を渡す手はずをし、また、車のトラブルは、オハイオにあるパッカードの工場からメカニックを汽車と車で派遣するという計画だ。この体制と車の性能があれば、まだジャクソンを抜けると、パッカード社は計算していた。7月6日、今度はオールズモビルがジャクソンやパッカードのツーリングカーよりも軽量なラナバウトでニューヨークを目指して旅立った。ドライバーに選ばれたのは2人とも、ランサム・オールズ自身が優秀なドライバー兼メカニックと認めた人物だった。到着した暁には$1000の賞金が約束されていた。7月12日、ジャクソン一行はついにネブラスカ州オマハにたどり着いた。ここからは少しは舗装された道を通ることができ、旅は楽になる。そして1903年7月26日、ニューヨーク市に到着する。サンフランシスコを経って63日と12時間30分、約2ヶ月だった。$8000を費やした。賭けに勝ったが$50は取り立てなかった。パッカード組が到着したのは8月22日。走行日数はジャクソンより1日半、短かったが2番手では全く意味がなかった。オールズモビル組は9月17日に到着。72日と21時間30分だった。ジャクソンはバーリントンで起業家となる。旅が終わり、ホレイシ・ネルソン・ジャクソンはバーモント、バーリントンでバーサとバドと暮らす。バーリントンでジャクソンはセオドア・ルーズベルト大統領と会っている。新聞社バーモントデイリーニュースの発行や町の最初のラジオ局はキャックス開設を行い、また銀行の頭取でもあった。セワール・クロッカーはニューヨークに泊まり、6ヶ月間で世界一周する車の旅を提案し、出資者を募ったがその夢は叶わなかった。その後2年間、欧州を旅して過ごす。故郷ワシントン州タコマに戻るがしばらくして、病に侵される。過労のための神経衰弱と診断されている。1913年4月22日、永眠。30代初頭の早すぎる死だった。第一次世界大戦が起こるとジャクソンは42歳という年齢にもかかわらず陸軍に志願する。そのままではとてもいけないためルーズベルトに連絡を取った。結果オフィサーとして欧州に渡る。戦争が終わり、米陸軍から主君十字章を授かり英雄として帰郷。その後、米国在京軍人会の創設にも携わる。バーモント州知事選には2度立候補したが叶わなかった。1944年、72歳になったジャクソンは、車と当時の新聞のスクラップ、バドのゴーグルをワシントンスミソニアン博物館に寄贈する。晩年は、聞きたいというなら誰にでも、1903年ウィントン社製で、ジャクソンがバーモントと名付けた車での大陸横断冒険物語を語り聞かせることを、楽しみとしていた。彼は一度だけバーリントンで10マイルを超えるスピード違反でチケットを切られている。1955年1月14日、永眠。82歳だった。ホレイショー、Sドライブ、アメリカズファーストロードトリップ。2003年、ドキュメンタリー映画制作者、ケン・バーンズがホレイ氏の番組を制作。2003年10月3日、PBS で放映された。この番組は、レイトン・ダンカンの同名タイトルの本 ISBN 0375415366X を元にしたもの。この番組には、グッドオールドソングも散りばめられている。この番組は、DVD として現在米国で発売されている。この作成の過程でケンは、ジャクソンの孫娘からジャクソンが旅の途中に書いた手紙を見せてもらっている。手紙からは、ジャクソンの人生に対する考え方と思い立ったらやらないと気が済まない性格がよくわかったという。PBS のホレイ氏サイト多くの情報とさらに詳細な情報のための多くのリンクが含まれている。ホレイショーの日本語読みには、ホレイショー、ホラピオ、ホラチオ、ホレイティオ、ホレイシオなど様々で統一はない。この項では、米語発音に近いホレイシュとした。アメリカオンザムーブチャプター7、クロッシングザカントリー。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。